い、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は序盤で取れるむちゃくちゃ強い装備を紹介したいと思います。3時間ぐらいプレイすると、レベルが15ぐらいまでは上がると思います。それぐらいになると、取りに行くことができますね。まあ、普通に行くのもありなんだけども、このキャラクターがいると結構楽に進むことができます。オズバルドとテメノス。この2体がちょっと必要かなとも思います。何が必要かというと、サポートアビリティの、これ、エンカウント半減だね。これむちゃくちゃ強いです。エンカウントが、半分になってしまいますので、敵があんまり出てこなくなります。ぜひ使ってください。そしてテメノスのこれ逃げる成功率アップですね、高確率で逃げることができるようになります。まあ、この2つがあれば、楽です。まあなくても運が良ければいけます、でもこの2つがあれば運に左右されずに、まあ、取りに行くことができると思いますよ。で、まずはここに来てください。これクラックレ事故停泊所ですね、危険度レベルが11です。ここからスタートします。では行きますね。時間を、午前中に合わせておいてください。夜になると結構敵が多くなるのでちょっとめんどくさいです。で、敵はもうガン無視で逃げていってください。で、港を出ますと、まず、上の方に向かっていきましょう。そうすると、南クラックレッジ行動、危険度レベル20ですね。レベル15ぐらいじゃ、ちょっと勝てないぐらいの強さの敵が出ます。でも、逃げていけば全く問題ないですね。もう逃げる確率アップがあれば、大体逃げれます。で、そして、ここ、セーブするところがありますので、一応、セーブしていってください。で、そして、この線路を渡って、さらに上に向かって進んでいきます。こっちですね。西クラックレッジ行動の危険度レベル20のところに着きました。ここもね、ずっとまっすぐ、行きます。セーブするところもありますので、セーブしていってください。で、ここを左に曲がって、で、曲がったところに、商人ギルドがあります。商人ギルド、まだ話してない人も多いと思うんですけども、ここ、一応、話していってくださいね。はい。まあ、装備だけ取りたい人は、もうとにかく、走っていってください。で、ここ、西グラベル行動、危険度レベル45ですね。45だけども、逃げれば問題ないです。入ったとこすぐにセーブポイントがあります。セーブしていってください。で、行きまーす。こう行って、こう行って、で、橋を渡りまーす。で、敵が出てきても、まあ、不意打ちを受けたらやばいんだけども、まあ、その時は、セーブしたところから再スタートとかすれば大丈夫です。で、上に行って、ここの橋をまた渡ります。で、ここを、こっち側ですね。で、この階段を登った、これです。星砕きの刀。これをゲットすることができます。これがね、ものすごく強くって、序盤に、この物理攻撃力、300、クリティカルプラス91。で、稀に仏棒を減少させる効果がある。この武器を最初から入手することができます。これぜひ取ってください。むちゃくちゃ強いです。で、さらに、奥に進んでいきましょう。まあ、心配な人は一度戻って、セーブした方がいいかもしれません。まあ、今回はセーブせずに行きますね。で、こっちですね。そしたらば、グラベル。の街に、到着します。ここで夜にします。
そうすると、兵士がここにね現れるんですよね。こいつから強奪します。強さが4なので、まあレベル15ぐらいでも勝てると思います。強奪をするとスティールランス、クォーツローブ、イージスシールド、これを入手することができます。よっ、勝算はある。まあ全然楽勝で勝てると思います。弱点もね結構分かりやすいので、属性の乱れ、これで攻撃をすれば今軽く、ブレイクすることができます。もうとりあえずこれだけでいいです。属性の乱れだけを、打ち込んでいくだけで、まあ、勝てるかと思います。はい、簡単ですね。でこいつを倒しましたらば、クォーツローブとイージスシールド、これもなかなか強いです。ローブを装備してみますとこんな感じですね。最大 SP がプラス60の、防御力が146、149、それぐらい上がります。で、イージスシールドが物理防御が100、属性防御が61、すごいね。序盤からこれが取れる。でさらに、この村宝箱あります、取ってください。これが、クォーツシールドですね。イージスシールドが物理防御特化なんですけども、クォーツは属性防御特化になってます。まあ、この2つ、そして防具、そして、剣ですね、星砕きが取れますので、皆さんぜひ、序盤から走っていって逃げまくってで取ってください。もう一気に強くなるのでおすすめです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。